皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も大盛りチャリソーデラックスですね、遊んでいきましょう。ガチャ回しましょうか。さあ、何でしょう。お、新しい。では、ヒョウ柄おかんちゃん買いましょうか。取れたて、あ、鮭チャリですね。美味しそうですね。鮭はまた、あれですよね、大人になったら川に戻ってくるって言いますからね。さあ、今回は、ステージ7、東京ですね。さあ、ちょっとオリンピック風に言いましたけど。さあ、ステージ7-1、浅草寺のくじは今日が多いと。雷門通りと。そうなんですか？皆さん、くじ引かれてますかね？私、東京は試験受けに行ったぐらいなので、2回しか行ったことないんですけど、観光してないんですよね。スカイツリーとかも、東京タワーとかも行ってみたい。天聖寺も行ってみたい。なんかトゲが出てる。あれ、私、チャリ交換してんない。酒チャリさん出たのに。なんか1本だけトゲ出てるの不気味ですよね。そういえば、東京で思い出しましたけど、あれですよね。2020年のオリンピックは、残念ながら延期になってしまいましたよね。新型コロナの影響で。さあ、これは21年、延長されましたけど、開催してほしいですね。前なんですかね、ゲットされてたチケットってどうなるんですかね、有効なんですかね。また、あ、ちょっと待って、あー、鼻どこにコインが、コイン取らせないわよっていうあれですね。よし、3つ目は取れましたね。さあ、あとはゴールを目指すのみ。さあ、果たして2021年の東京オリンピックはどうなるのでしょうか。こう、ご期待と。お、日本の旗。ゴー！さあ、クリアいたしました。さあ、では、ステージ7-2、上空から見ると円マーク、日本銀行本店通りと。そうなんですか。Google さんの何でしたっけ？マップ、ストリートビューでしたっけ？とかで見たらわかるんですかね。航空写真にモード変えたら見えるんですかね。あ、ちょっと気になりますね。うわ、いきなりぶつかっちゃった。さあ、先ほど広告見たから、一定時間あれですよね。広告見なくていいんですよね、多分。コインどっち、コイン下上、うわ、3つ分かれてる。え、当たったらダメなの、あの赤い子。初めて、まあ当たったの初めてですけど、だいたい追いつけないんですけどね。さあ、どこにコイン、あー、あんなとこにある。ちょっと、遅い。よし、バッチリ、危ない。あ、ゴール。ん？ってことは、二つ目にあるんですかね。一番下ですかね。さあ、では、703行きましょう。100年前のレンガありと、東京駅のとある改札通りと、レンガも古そうですね。赤レンガとか昔、なんか多かったんですかね。福岡の北九州市の門司港に、確か赤レンガ、なんちゃらなんちゃらっていう建物があるんですよね。私見に行きましたね。いや、風情があっていいですよ。昔の建物も。さあ、1個目ゲット。2個目はどこ？まあ、上なければ下にあるってことですけど。お、危ない。お、2個目も。リタイア？あ、また当たっちゃった。危ない。さあ、2個目は？ここから行けますか？よし、2個目。上ですね。おっと、これで取る。よし、3個目。あ、あ、ちょっと見えない。さあ、広告まだ見なくてよさそうですけど。あの赤い子、見えにくいですね。わ、危ない。さあ、ゴールと。追いつけなかった。さあ、では、ステージ7-4、東京は結構広いと。東京都伊豆諸島ストリートと。さあ、東京は23区ありますからね、区が。福岡も7区か8区ぐらいあるんですけど、23区あったら覚えきれないですよね、何区があるか。さあ、この小鳥ちゃんも当たったらダメみたいです。あんなとこにある。よし、1個目、ゲッツ。
よし、2個目。おお、調子いい。あれ、これダメなの？さあ、もう一回やり直しましょう。コンティニュー、コンティニュー、コンティニュー大好き。まあ、あそこには降りない。さあ、3つ目、どこ？ああ、トゲトゲに。さあ、もう一回じゃん、やり直し。やり直しと、トゲトゲが。おお、3つ目、来ましたね。さあ、クリア。そうですね、やっぱコンティニューすれば簡単ですね。さあ、メダルも3つですね、ゲットいたしました。こっそり全部メダル集めてきましたので、ステージ7の5ですね、634m は古い国名が由来と、スカイツリー前交差点と。国名なんですか。武蔵の国って言いますよね、634m の覚え方。あ、そういうことですか。武蔵から来てるんですかね。さあ、ではラストマッチでございます。皆さん気づかれました？今私、酒チャリです。酒チャリになってるんですけど。さあ、問題と、ナロ君は何ステージから酒チャリちゃんになったでしょうかと。皆さん気づかれてましたかね。さあ、赤い子いらっしゃる。お、やめちゃいましたね、西ヒート。さあ、正解はですね、7の2のステージでした。こっそり乗り換えましたからね。あ、2個目がある。よーし、なんか2段ジャンバルから普通のジェット使わない方がなんか操作しやすいですね。おっと、小鳥ちゃん危ない、ジャンプ。よし、あ、やめて。可愛い鳴き声のなとは裏腹に、ちょっと避けづらい。でもなんか避けてる、ちゃんと。すごい危ない危ない危ない。おっと、3段ジャンプ。え、これどうやったら3段ジャンプできるんですかね。何かのあれがあるんですか。何か集めると3段できるとか、メダル3つ集めると3段できるんですかね、3段ジャンプ。さあ、それではですね、今回の動画ですね、以上とさせていただきます。他にもゲーム実況ですね、たくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。